一の鳥居宝府天満宮は山口県宝府市松崎町にある神社。旧社格は県社で現在は神社本庁の別表神社。境内の梅林から見た老門道ザが亡くなった翌年である縁起2年に創建され日本最初に創建された天神様を名乗る。かつては松崎天満宮、宮市天満宮あるいは単に 天満宮と称していたが1873年に近代社格制度の下で県社に劣格し松崎神社と解消。戦後の1953年には豊富天満宮と再び解消した。道真が宮中での権力争いで失脚し、九州の大財府に流されていく道筋での宿泊地の一つが豊富とされており、京都の北の天満宮。 福岡の太宰府天満宮と並んで、日本三大天神と言われている。豊府市は、この天満宮を中心に栄えてきた都市であり、年間を通して、天満宮の行事での来訪者が多い。また市外からの来訪者も多く、正月の参画日には、約30万人の人出を記録している。有名な祭りとしては、2月の牛替神事寺と11月のご神公祭が挙げられる。 ご神幸祭は、別面肌寒母祭ともいい、約一トンあるおわじろを引っ張って、行きは、表参道の大階段を降り、帰りは、表参道の階段を登っていくという危険なことを、するために、毎年怪我人が絶えない。また牛海神事は、天神様の乗られる牛車を引く牛を取り替えるということでの儀式である。その他、8月3日から5日までは、 道真の生誕を祝う五炭神祭が行われる。夜には千本余りのろうそくに火をと申した万道祭剣等で表参道が飾られるほか、最終日には豊富天満宮夏祭り大花火大会も行われる。道真は学問の神とされているため、ここで筆を買ったり、受験のお守りを買う若者の参拝も多い。春には、太宰府天満宮などと同様、 梅の花が開き、境内を飾る。境内の西側には、春風楼と名付けられた、楼角式の三楼書がある。当初は、長州藩第十代藩主の毛利仁氏博氏が、文政5年から五十頭の建立に着手したが、天保2年に、不慮の支障によって、工事は、中断、幕末の動乱などが、妨げとなって五十頭は完成しなかったものの、 当時着工されていた組物を床下に組み入れる形で明治6年に作られた。春風楼からは、豊富市街地が一望できるほか、五丹震災などの行事でも利用されている。以前の社殿は、江戸中期の混流であったが、1952年に消失。現社殿の設計は、山口県出身の京都大学教授、村田次郎の指導で、 工学博士の杉山晋三が設計図を担当、1958年に完成、2009年に登録有形文化財に登録された。竹光家は古代豪族のお恥師の子孫である。家電によると、豊府天満宮を創建した、須尾国次恥信貞の次男、恥竹光が元祖。以来、 竹光を生徒し、第35世信夫まで、天馬宮の大宮寺家を務めた。第36世、竹光一は、初代法富市長を務めた。松崎天神演技巻録,録に描かれた、天馬宮の社殿出展、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大善別館による。2018年4月29日、法富市の中心街を練り歩く。 女御子連合都御のパレードがギネス世界記録に認定された。豊富天満宮で閉会式と同時に結果発表がなされ参加者や関係者の喜びに沸いた。ありがとうございます。